なんだなんだ、この白い軍団は、統率の取れた姿勢、そしてその視線の先にいるのは、黒い、服装、そして赤く光るレーザーブレード。これ、あの有名な映画のあいつじゃねえか。お前はまさか、モロダースベイダーじゃねえか。今回はスチームで520円のゲーム、ムキムキの飲み物たちが戦う、スーパードリンクブラザーズです。新キャラの全てを混ぜる暗黒鏡、ダークシェイカー、本名、バーデンスカイシェイカーは、黒と白のフォルムにチェンジできるぜ。HP はハート3つなので、なかなか少なめです。なら、スキルが強そうだぜ。サブスキルのダークボールは2コストで、相手に追尾する攻撃。メインスキルのダークウォークは、ガードブレイク攻撃か遠距離攻撃に派生できるようですね。早速使ってみましょう。相手はコーヒーだぜ。HP 多めなので、我が店にぴったりな相手です。コーヒーはサブで威力の低いガードブレイク攻撃。メインでための長い超高火力のレーザーをぶっ放してくるぜ。さて、4コスト溜まりました。相手距離取るってことは、レーザーです。しかしダークチェイカーは発動させない。これがメインスキルの派生系、遠隔の闇の力だぜ。もうレーザーは封じたようなもんですよ。コーヒーは接近でガードブレイク交えてくるぜ。それ、ダークシェイカーもできます。これがもう一つのメインの派生系、公式情報だとダークな首つかみ。しかしドリンクには首がないのでただのパンチです。暗いダークボール、このサブ技は敵を追尾する効果もあるぜ。フォースで作った弾ですからね。さて、残りちょっと。こっちも残りちょっとだけどな。スキルさえ溜まればいける。相手はスキルマックスだぜ。これは危ないのでギリギリですね。とりあえず通常攻撃。よし、3つ来た。これで遠距離攻撃できるぜ。距離取って、相手が動いてるとこを狙って、終わりだー。ダークシェイカー技がいちいちかっこいいぜ。割と使いやすいキャラかもしれません。トリビア、クロスは登山を極めすぎて、わずか1分ほどで宇宙まで行ったことがある。わけわかんねえよ。続いては白い方です。白い方でも使うライトセーバーは同じです。相手は忍者、分身を利用して攻撃をしてくるぜ。スキルは強めだけど HP が低いので、ダークシェイカーと似た感じです。分身に攻撃してもダメージ入らないから、本体に攻撃しないとダメだぜ。忍者は分身と位置入れ替えたりするので厄介です。さあ、ここで起き上がったところに、ダークボールをお見舞いします。ダークボールは連続攻撃だから、ガードが甘いと貫けるぜ。よし、また通常攻撃入りました。そしてスキル溜まったので、闇の力。これで忍者の HP かなり削れたぜ。相手のがランク高いですが、この勝負はいけそうです。おいおい、分身の攻撃食らってるぜ。まずは分身から距離を取らねば、一撃目だけならそんな効かないぜ。あら、すかした。また入れ替わったぜ。ここガードして、通常攻撃3コンボ。これはスキル入れれば勝てそうだぜ。ここでまた闇の力。相手が距離取って分身使おうとするとこに決まったぜ。あとちょっと。よし、もう勝てる。邪魔だ、この分身をかわしたとこで、ダークボールだー。ダークボールは追尾連続攻撃だから、避けても甘くガードしても決まっちまうぜ。さすが最新のフォースの力を宿したドリンク、なかなか強いですね。